ってないかな。ボールで。ボールで。インドはこれまで。はい、お願いします。お願いします。最後だ。おい、ラスト。ラストだ。いいじゃない。
これこれだ。最後頑張れ、頑張れよ。後半も延長行こう、延長Oh,
ショートで守ろうぜ、もう時間ない、時間ない、やれちゃいますよ、やれちゃいますよ、何の脱出要求ですか、ナイス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 、いこう、あ、もう最後、ゴー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 、これやったね、もう頑張れよ、最後、全国クラブサッカー選手権大会神奈川大会優勝、東京エースレイズゾーン当初の成績を収めたので、その栄誉を称え、これを表彰する。令和3年7月25日一般社団法人神奈川県サッカー協会会長坂本です。ありがとうございます。ありがとうございます。
試合前から監督に後半から行くぞって言われてて、まあ、案の定実際試合になって後半から出場だったんですけど、まあ、自分の強みであるスピードをいかに活かせるかを試合考えて、まあ、ひたすら裏を取り続けようっていうのがもともと試合前から考えてたことなんで、まあ、それが結果的にゴールにつながったんで、まあ、とてもまあ、公式戦初ゴールでとても嬉しかったです。まあ、関東大会は、まあ、自分の長所であるスピードをもっと前面に出して得点量産できるように頑張りたいと思います。応援よろしくお願いします。本当暑い時間帯の試合ということで、その環境的な難しさとかもあったんですけど、まあ、僕らはチャレンジャーとして戦わせてもらいましたし、本当にエブリサさんに胸を借りて戦えたと思っているので、まずはそこですね。エブリサさんにありがとうございますということと、まあ、試合としては、まだ全然まだまだ改善できるところいっぱいありますし、あそこで最後1点取られないチームが本当に強いチームだと思いますし、これから関東大会行くにつれて、あそこからひっくり返されるっていう試合とか、どんどん叶わなくなってくる試合とかいっぱいあると思うんで、関東大会まで仕上げていけたらなと思います。まあそうですね、 PK に関しては本当に運でしかなくて、たまたま最後僕が止めただけなんで、まあ、90分走り切ってくれた仲間に感謝して今日また締めくくれればなと思います。ありがとうございました。関東から全国行くぞ！おー！